皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。くそかたけです。そして西垣翔です。はい、この度ですね、ドラマパラビ港商事コインランドリーがですね、毎週水曜、深夜0時30分から始まります。7月6日から放送でございます。はい、僕たち2人の作品なんですけども、はい、そうですね。どうですか、今絶賛撮影中でございますけども。すごく楽しい撮影の日々を送らせていただいております。なんかあんま楽しくなさそう。そんなことないですよ、そんなことない、全然そんなこと。あのね、でもね、最近ね、ちょっと後半戦が始まりまして、はい、うん、折り返しになりましてね。あの、慎太郎くんはちょっと常にやきもきしてるので、なかなか心の整理がね、非常に難しいところではございますが、うん、でも胸キュンシーンも毎日何かしら撮ってますね。そうですね、毎日何かしらすごくこうヘビーなシーンがありますので、あの、ぜひね、その原作ファンの方も、もちろん原作に沿ったそのシーンとかっていうのもある、うん、ありますし、完全オリジナルのところもありますので、ね、すごくワクワクドキドキできるような内容になっております。ぜひ放送を楽しみにしててください。はい、じゃあ最後に一言。え最後に一言、みんな見てね。はい、見てね。